関吉玉は、中華民国の財務官僚、政治家、経済学者、満州民族。字は、廃ヒ書士。幼年時代は、私塾、中学で学ぶ。1924年、北京朝日大学経済系に入学し、卒業後はドイツへ留学して、ベルリン大学で学んだ。1932年帰国し、国民政府財政部等税転審査元書、査元院となる。 まもなく、主任、所長と昇格した。1934年、ロザン軍艦訓練団教官に任命される。翌年8月、財政部支線財政特派員に移動した。以後、支線省で財務、税務の職務を歴任し、1937年1月、支線省政府委員に就任している。以後、財政部支線区税務局局長などを務めた。 1939年、チャンス省政府委員権財政庁長に任ぜられ、さらに、チャンス省銀行当事長も兼ねた。国民政府中央でも行政委員選区経理委員会、副主任委員を務めている。1941年3月、財政部電付管理委員会主任委員となり、8月には、財政部不税指示長に任ぜられた。1945年3月、 財政部貨物評価委員会主任委員に任ぜられ、6月、財政部税務署所,所長となる。同年9月、松江省政府主席に任ぜられた。1947年5月、国民政府主席東北行長井経済委員会、主任委員権東北統一接種副主任委員となる。10月、両職部政務次長となり、翌年5月、両職部部長に昇格して、 雪のり国民大会代表にも当選した。1949年6月、毛蔵委員会委員長に任ぜられる。10月、財政部部長兼中央銀行総裁となっている。国境内戦に中国国民党が敗北すると、関吉玉も台湾へ逃れた。1950年、総統府国策顧問権行政院、設計委員会委員となる。 1956年、高尾竜産アンモニウムコンス当事長となった。以後、甲子園秘書長、国立政治大学教授、阿古大学教授などを歴任している。1975年、中西委員を創設した。同年11月30日、死去。去年77。た多数。ありがとうございます。